第3代、クレーベン男爵第3代、クレーベン男爵、ウィリアム・クレーベンは、イギリスの貴族、政治家。父と、同じくトーリー島に所属した。第2代、クレーベン男爵、ウィリアム・クレーベンとエリザベス・スキップ・イスの息子として、1700年に、生まれた。1711年10月9日に、父が死去すると、クレーベン男爵の爵位を継承した。 ラグビー校で教育を受けた後、1716年2月28日、ケンブリッジ大学セントジョンズカレッジに入学した。1722年6月16日、オックスフォード大学から DCL の学位を授与された。また、1716年と1718年から1720年まで海外を旅した。貴族院には1721年1月18日に、 初登院、1739年5月31日が、最後の党院となった。12歳までに上司を失ったためか、捨て子養育院の創設に貢献し、正式成立を見ることなく死去したが、初代総裁の名簿には名前を連ねた。1739年8月10日に死去、ビンギーで埋葬された。弟フル王が爵位を継承した。 1721年6月1日、アンティルニーと結婚、一条儲けた。ありがとうございます。